ビッグマジックライブ第60回、まあ、今回はハイパーリュージとかなしで、PTQ おめでとうって言ってくれた皆さんにお礼の言葉をちょっと言いたいなと思います。で本当にね、1年8ヶ月ぶりの今回プロツアーの参加になるんですけど、本当にもう皆さん、動画とか、まあ、グランプリ会場とかで応援してくれた皆さんのおかげでもあるんで、本当にここはありがとうございます。でもやっぱりね、僕プロツアー、まあ、今回権利取ったからね、やっぱり万川流の復活とかやっぱりしていくべきかなと思うんですけど、ユージ、はい、それは話が違う。はい、調子を見ました。いや、MTG ニュースのコーナーですけど、はい、最近リュウジ君がソロで挨拶するからなかなかね最初に僕の名前出ないんですけど、はい、改めまして岩翔です。よろしくお願いします。ということで、じゃあニュースのコーナー、はい、お願いします。まあ、まず週末に行われたグランプリ2つを軽くおさらいしたいなと思います、うん、ね。まあ、まずボストンで行われた、はい、グランプリボストンということで、うん、まあ、今回モダンのフォーマットで行われたんですけど、うん、まあ、大体2500人近くの参加者。すげえね。すごいですねやっぱりもう今のモダンの盛り上がりを象徴するような、ね、まあ、参加人数、 MTG そのものがもう盛り上がってますね。本当にすごいですね。すげえですね、はい、で今回トップ8、まあ、また優勝したのが緑黒、うん、まあ、タッチ白なんですよね。白の要素は白が未練ある魂がやっぱり一番大きいのと、 あとサイドボードに白いカードを取れるようになって、見どころが苦手だった神話に対する対策カードも取れるようになったのが結構大きいんじゃないかな。ストーリーとかね、はい、まあ、今回実際トップ8にも神話2つ残ってて、まあ、1つが、まあ、普通の神話と2つ目がハサミ神話まあ、まあみんな使いますあれは、まあ、強かったんで、はい、まあ、2枚ぐらい違ったんですけどね。まあ神話がやっぱり強かったと、うん、あともう2つ珍しいのが感染が2つ残ってて、なるほど、緑青感染と、うん、あと緑青黒感染が、黒ね、黒が疫病の溶け差しが入って2万年1こいつね、はい、まあ、単純に感染クリーチャー水増ししたような形になってましたね。そうだね、はい、まあ除去が厳しい世の中やから増やしていくみたいな、はい、そうです、そうです、そんな感じですね多分。感染か、ここで上がってくるのか、ちょっと意外でしたね、はい、まあ、やっぱり一発の爆発力はすごい高いあるからな、はい、ダークホース枠やな。いや、本当そんな感じしましたね。まあそんな感じで優勝したのが、はい、そうですね、見どころタッチ白。なるほど、見どころか、強いね、うん、まあ、で、もう一つのグランプリいきましょうか。はい、台北ね。そうですね、アジアで行われたグランプリ台北、まあ、参加者1000人弱だったんですけど、うんうん、まあ、この中で日本人が50人以上参加していたと。多いよやっぱり行きやすいっていうのはかなりあったと思うんですけど確かにね、はい、まあ、かなりやっぱり多くの日本人の方が参加されていたということで、まあ、今回トップ8にも一人滝村さんという方が残ってたんですけど。なるほど、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。この方はチーム豚小屋勢。おお、最近よく聞く名前やね。カバレージを見た時にプレイマットがそうだったんで、まあ、そうじゃないかなと。なるほど、まあ、本当かなり勢いのあるチームだと思うんで、ね、最近あんまりそういうチームの活動っていうのは聞かへん感じもするから。そうですね、あんまり聞かないんですけど、でもちらほらなんかこの名前は聞きますよね。そうだね、最近 PTQ 行くたびに豚小屋勢って、はい、もう響きはすごいけどいやでもやっぱり本当になんかね、うん、大会そういう、はい、なんか最近はもうネットとかもあるから集まらなくても練習できるみたいな環境になってるから、チームができにくいかなと思うんだけど、ね、本当に明確なコミュニティっていうのがなかなか日本だと少ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その中でね、一つのチームがガッとこう、ね、はい、花開いて伸びていってくれたら嬉しいですよね。本当に世界中に知られる日本のチームとか。本当に僕も負けないように頑張りたいと思います。それで昨日チーム作ったらしばらくいいかななるほど、はい、でまあ台北ははい、M15 のリミテッドで日本人がトップ8に残りましたと、はい、でそこからのニュースですけども、はい、まあ、GP もありましたよ。ありました。でも多くのその GP に参加してないプレイヤー、他の、はい、まあ、アメリカとか、うんうんうん、そのアジアに住んでないプレイヤーにとっての一番の注目はコミコンやったと思うんですね、はい、お、確かにプレインズウォーカーのセットとかね。そう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 、それが発売されるっていうのはコミックコンのね、その、はい、まあ、前もって言われた情報なんだけども、うんうんうん、そのコミコンで発表された内容が、はい、多すぎる情報量が多すぎるよ。確かにいっぱいありましたねということで、はい、ちょっとね、番組1個食ってしまうぐらいの情報量やったから、いや本当に本当に2つに切ります。そうだね、2週にわたってちょっと追っていきたいなと思うので、はいはい、今週はもちろん皆さんが一番注目してるであろう、うん、秋の新セット、はい、タルキールハオタンの新情報に触れたいなというふうに思います、はい。ということで、出ましたね、メインコンセプト。出ましたね。ウェッジカラーという、はい、くさび3色。3色、うん、
そのある一定の色を挟んだ対抗色2つとの3色ということが発表されました、はい、僕3色すっごい苦手なんですよ。君なんか3色もできて買ったことないっていうふうに。いや、ないですね。今まで組んだのほとんどが1色メインカラータッチで2色みたいなデッキしか組んだことないんで、うん、今まで組んだデッキで3色ってナヤ同盟者ぐらいなんですよね。おお、だいぶ昔ですけど。だいぶ昔やね。 GPT-03 してこれダメだってちゃんとに勝てなかった。気持ちいいぐらいの負けっぷり、はい、なるほど。まあでもその3色らしいよみたいですね、うん、まあちょっといろんな組み方できそうな感じです。絶対に3色で組まなあかんってことはないと思うけど、ね、はいはいはい、ただ中の色は結構絞られてくるんちゃうの。確かに。っていう感じはするけども、まあそれぞれの5つの部族がそれぞれドラゴンのなんかリスペクトしてる部分がある。あ、そうです。なんかそれぞれ違うっていう感じで、ね、うん、はい、なかなかドキドキするんだけども、はい、でもあの世界はドラゴンがもう絶滅してますと。まあなんかそこがなんかまたいいですよね。いいよね、はい、なんか絶滅したドラゴンをそれでもドラゴンのなんていう狡猾さとか強さとかを崇めてる奴らがいる、はい、そしてもう情報量また多いけども、はい、タイムトラベルというこれすごい気になりますよね、うん、結構まあちょっと前ですけど、うん、タイムトラベルというかで思い出したのがあのゼンディカー の,、うん、あのトレジャーカード。そう、俺も思ってんそれ。思いました。なんか怪しくないか、はい、怪しいですよね。しかもそのタイムトラベルとかで出てたカードのイラストがタイムウォークやったのよね、はい、うん、これは相当怪しいよ。相当怪しいですよね。いやもうなんかね、はい、打ち出してきたものに対するストレートの受け止め方ができへんよね、はい、本当に。まああと他でもタイムシフトっていうところもちょっと想像、ね、可能性はねできますしね、あるし、そのタイムトラベルっていうのが何やろうね、はい、そのエキスパンション3つを通してのテーマだとは思うので、はい、どういう風になるのか。いや本当まだ今情報出てないところなんでもう分かんないですけど、いろんな想像しちゃいますよね。しちゃうよ、はい、ね、カード画像もいくつか出てるんだけども、はい、なんか一つツイッターで上がってた画像で、はい、みんなタルキルの情報見てるかいみたいなツイートと一緒に、はい、まあ明らかに怪しい土地の映画さ出てたんよ。出てましたね、僕も見ました、うん、感想第一じゃねってぽいですよね、あれぽいよね、はい、まあ普通の山とか平地かもしれませんよ、うん、感想第一じゃだったらいいな、だったらいいね、だったらいいけども、はい、そのね、対抗三色っていうのもそれを押してる気がすんねんな。あ、なるほど、確かに。まあそんな予感がするだけかもしれへんけども、はい、まあ予想はしとくなんで、ね、そうそう予想はしとく、うん、これがもし外れてもまあ外れたよねって言ったら絵だけやし、当たってたらどうやすごい絵だけやしね、はい、うん、まあ、そんな感じでタルキール楽しみな情報多いですよ。変異も帰ってくるとかいう今ついでのように言いましたけど、うん、変異僕初めてなんですよ。あ、ほんまやね、帰ってくるっていうイメージがあんまないんですよね。 M10 の時はもうタイムスパイラルもないからもう何もなかったんで。ほんまやね、はい、いやーややこしいですよ。やっぱややこしいですか。スタック使うからさ、なんかそれはちょっと知ってるんですよね、うん、なんか結構処理が複雑になってくるのかなっていう感じは。あるいはそのフューチャーサイトであったよね、あのクリーチャーじゃないカードに変異するカード。ああ、なんか見たことありますね。でその中の一つに、はい、あの格子の場っつって光の糸の場っていうエンチャントがあんねんけど、はいはい、それがまあ関係ないとはね個人的に思うねんけど、はい、そのカードの背景ストーリーが、はい、あのまずはその変異ですよね、はいはい、まず変異持ちのカードやねんけど、ドラゴンを倒したっていう話がフレーバーに書いてあるのよね。なるほど。なんかその辺からこうプレイヤーにも暗示させてる部分あるかもしれへん。だからその変異もクリーチャーとして出るけど、うん、はい、いきなりソーサリーどん、まあ、4点とか。確かにスペルの変異はまだ出てないですもんね、うん、そのエンチャントだけは出てるけども、はい、エンチャントとアートファクトは出てるけどもね、はい、ソーサリーインスタントとかがボーンと出てきたらちょっと面白いです、ね、面白そうな感じがするので、はい、ちょっとワクワクしてる感じでございます、はい、というわけで、まあ、情報量すごいですけども、はい、まだまだあるんですよ、はい、まだまだあるんですけども以降は来週お届けしたいなというふうに思います。そうですね、もう遅い情報になるかもしれへんけど、はい、吟味するのはねこうやって予想していくのはいいと思うので、はい、来週、お楽しみにご期待くださいということで次のコーナーいきますか。はい、行きましょう。じゃあハイパーリュウジの名残を見に行こうかなもう違うけど、はい、どうぞ。はい、リプレイ。
いやもうね、はい、PTQ 抜けたリュウジさんの胸を借りようと思って、このコーナーはこちらこそね、モダンでやらせていただきます、はい、こちらこそねって何やろということで僕はご覧の通りゴブリンですね、はい、前回使った熟練先導者が好きすぎて、うん、モダンでも使ってみようと思って、はい、ゴブリン組みました。最近あんまりゴブリンってモダンで見ないですよ。見えへんね、うん、先達が使われてるぐらいで、うん、あでも部族としては結構あのレガシーでもねすごい萌えを振るってる部族ではあるんで、うん、なんかそうポテンシャルはあるかなと思って、そうですね、いろいろできそうな気はしますね。さあそしてリュウジ君は、はい、ハサミ神話、まあ、もちろんもちろんですよね、はい、あの頃と何一つ変わってないレシピでござい、ちょっと変わった1枚だけサイドボード変わりました。変えたの、はい、何エンチェントクラッチ1枚をハーキルの召喚術にしました、うん、おあそんだけです。それ対神話、あそうですね、積まれるんだ、あのハサミ積まれるんだったら、うん、まあ、魔物損耗とかエンチャントワールカードか、うん、アーティクトを戻す、まあ、なんとかして対処するカードを1枚増やしたかったなっていうので、うん、まあ、エンチェントクラッチ2枚目って結局同系にしか入れないんで、まあ確かにね、まあ、それだったら別に1枚入れてみてもいいかなっていう、なるほど、まあ、あんまり試してないんで、まあ、その時間がなかったですね。なるほど。これ僕金属術しないんで1枚しか出ないんですよね。ほんまやね、よく見たら、はい、これちょびがれたらやばかったなと思ってまあ結構マナ出る期待値高かったんで、まあ、大体何引いても2マナ目出せればいけるかなっていう感じだったんですけど、うん、なるほど、まあ、メムライトさえ引けばね。そうですね、まあ、別にそれじゃなくても土地でもいいですし、ね、バネバでもいいですし、まあ、いろんな引いていいカードがあったんですけど引かない引かない、まああるよそれは全然、はい、僕の方はバイアルがいい感じに育ってきたので、うん、もうフルにでもイケイケどんどんですね。さすがに速攻はね、まあ、そうですね、まあ、赤マナ寝たんで、うん、まあ、ちらつけも殺されないだろうっていうので、まあ、で手札が1枚なんで別に通っても大丈夫かな。そうよね、ここでチラつきがアクティベートして稲妻ボンを打たれたら結構きついっちゃきついよね、はい、でも出てきたらクレンコなんですけど、クレンコやね、もう、まあ、でも2枚目の土地引いたんで、まあ、そこでちょっと安心して、うん、こっから盛り返せるかなっていう感じなんですけど、ところやね、はい、うん、さあリュウジの方は、はい、まあ、これでメタルカルフも達成したの で、ね、はい、クレンコ完全派で受けてスカージを殴ると。ただこの状況だとちょっと ね、 そうなんですね、監視者が、はい、心もとない部分はあるよね。ですね、これ後輩者と出す迷ったんですけど、あそうなんや、結局しのがないと意味ないなって、うん、じゃあ死んでいい方やったらまあこっちかなと。いや、スルーして、うん、ああそういうことね、ですね、はい、耐えきらないとあかんからね。いや本当にね、ちょっとこれでかなり完成がやっぱきつかったですね。完全に二段攻撃がすごい相性よかったんで、ちょっときついんですけど、ね、まあ、でもこれでうもう1体クリーチャーを出して除去られなあクリーチャーが出てこなかったらなんとか耐えれる計算になるんで、うん、まあ、そこで頑張りたいなと思ったんですけど、でもまあこっちはね、うん、クリーチャー結構多いデッキではあるから、まあ、だこれちょっと荒廃者を出すべきでしたね。出してたらあの土地アクティベートできて、うーん、まあ、結果論これ出されたきついんですけど、まあね、調子熟練戦闘者出されたら、はい、まあ、負けは負けということだけども、まあ、次行きましょう、はい、まあ、そうなんです、熟練戦闘者がね本当に、うん、自分殴らなくてもいいんで、そうやね、まあ、結果論としてどっちでいても負けとったことは、はい、あそうですね、負けてたけども、でもミスはミスなんやろな、まあ、そうです、振り返れば本当に、うん、もうちょっと耐えれたかもしれなかった、うん、もしかしたらの部分を突き詰めていくのが大事なのな、はい、そうですね、まあ、そういうのが振り返るのはこのコーナーの素晴らしいところかなと思っております。で、まあ、気を取り直して2本目、うん、この土地いいですよね。そうやね、アングルドのね、はい、これ結構好んで使ってる人いますよね。まあヒンジドもねやっぱ人気やけど、はい、だからこそのグルド派もそうですね、味がある感じがして、うん、まあ、フェッチを使うデッキやったら僕は、はい、アンヒンジの方が絶対いいと思う。あアングルードの土地は、はい、
周りも黒枠の中が次茶色になってるから、はいはいはい、ちょっとね、はい、ヘッジバッて見てる時に分からん時がある、はい、あなるほど他の基本土地と特殊土地とかが混ざってると分かりづらいんだけど、はい、アンヒンジドやと黒枠の向こう側がすぐにもう山のイラスト始まってるからピッチで取れやすいっていうのが分かりやすいですね確かに、うん、なるほどなるほどあるからそれかもういっそ、はい、白枠のランドを使うかあそういうのも僕はありやとは思うね、はいはいうん、あデイニッシュネコンがめくりました一枚出したやつ今の見えたわっていうところで、はい、割れるといいなと思ってたら割れましたね、はい、うまいことできました、ね、こっち結構プラン狂うんやなこれで、はい、一旦遅れるからね全てが確かにそうです、うん、でまあこっちも土地止まってるんですけどねそうやね、はい、あでこれですごい助かりましたね土地がめくれ土地がめくれてね、はい、さあまあでとりあえず割られちゃうんでバネ派はねそうで色マナ出なくなっちゃうんですよ、ねうんまあ、色マナ防げば、はい、各種スペル飛んでこないようになるからだいぶ楽は楽やねんけどなそうですねでまあこれ土地が詰まってたらちょっとやばかったですねほんとギリギリここでダークスティールの状態がなかったら、はい、そうやなかなり危ない鬼信号を食らってるな赤まだいかんけど、はいまあ、相当やばかったですね青信号でもないですよと、はい、ただここでね監視者を出せたから、まあ、まあすぐ除去するけどもね、はい、でもここで除去を使わしてるってこともね、はい、意味のあることやしデカットショットが見えたけどまあとりあえずしのぎましょうと、うん、久々にこのあれやわ、はい、ブリキ通り使ったけど、はい、やっぱ強いわやっぱ強いですね、うん、チップで本当にアルバフト殺せるっていうのは無駄がない感じがしてこれがエルフになるとねあと1万の重いとはいえ何でもありのあれちょっとやばいっすねあれはちょっとやばいね色拘束薄いですし、うん、モダンでも絶対使うよねいや使います使います、うん、調和スリバーのとこそのまま入れてもいいですし、ね、うん調和スリバーは調和スリバーの良さがあんねんけどな、はい、あんねんけども基本的にはやっぱり再利用のシャーマンの方がいや本当にそうなんですよ、ね、勝ってるよな、はい、メイってなメイってデストロイって言い切れよないや本当にねメイデストロイはあれなしでしょ自由度高すぎますよレガシーでもモダンでもスタンダードでも全部のところに居場所はあると思うそうやね、はい、イラスト担当してるのは実手とかも書いてるクリストファー・モーラーさんやからイラストアドバンテージもあるわけです、ね、でまあいやまた何とかハンデハン持ってたんで速攻で殴ってかれるのは耐えましたけど、うんまあ、今のところねこのダイレードのスカージが除去られてないんでそうやねでこれで1,2,3,4,5 で6点なんですけどうんこれがそう6やけど考えると、まあ、7にしました7にして、うんはい、7点7点で残り5ガッショットが見えてたからね、はい、ガッショであ感電波ねということで、はい、ちょうど12点削りきました、はい、このワンパンチが魅力やないや本当に、ね、大きかったですじゃあ3戦目、はい、次行きましょうはい3本目まあやっぱこの赤ミドランド、はい、今回5部に選んだのが、はい、この赤ミドランドだけはまあ特殊土地ではあるけども、はい、他の部分は大体スタンダードから利用できるかなと変わり谷とかもね確かにいけますね、うんまあ、高いとはいえスタンダードのカードメインでモダンに流れるにはどうすればいいかって考えた時に5部にはまあ比較的安く進むかなとそうですねクリちゃんもそこまで高いのがない、うんまあ、先達がちょっと高いぐらいかな、はいまあ、でも先達もいろんなデッキに使えますしねそうやねバーンとかに流していけるから、はいまあ、かなり自由度高くいけるかなとは思いますね、うん、そう霊気の薬瓶もね、はい、そこそこ使うカードであるから、ね、マーフォークで使うし、はい、あとはそっからめっちゃ揃えなあかんけども、はい、あのミスター安岡翔太大好きの、はい、あのエターナルウィットネスでクリプティックコーナー使い回すあのバイアルデッキも組めるということで、はい、その辺のカードをねじわじわ集めてゴブリンで買っていけば、はいいつかはほんまに組みたい超札束で組めるんじゃないのみたいななるほどまあオパールボックス割れたんですけど、まあ、ちょっと割らした的なねああそうなの、いや来るんだったら別に来られてもまあそんなに痛くはないかな鋼の監視者が残るんでまあまあ確かにねまあできるだけ割らしていこうっていう感じでしたねグリモボイドはハンドにハンドありましたあったんか、はい、なるほどね土地の置き方も大事やな そこでこのオパールボックスを割らしに行くというハンドの置き方は、はいこれ1個目ねグリマボイドだったらもう絶対割らへんけどそうですね、うん、結構やっぱり神話も色物かなり大事なデッキなんで、うんまあ、魅力関しては割りますよす割りますけど、まあ、でも1回アクティベートされるのがねそうですねかなり大きいこれでワンサイズ上がるとやっぱりゴブリンも結構小粒な
クリーチャーなんで、うん、そうよ、まあ、突破しづらいっていうのが絶対ありますよ。だってオーニソフターでさ、はい、1-3やからね、はい、結構きついよ、みんなパワー2やから。そうそう、1-3って大きいですよね。1-3はでかいね。眠ないとも2-2やからね、はい、そしてこの睡眠がもね、まあ、で2点。いやー、これはほんまに使うカードやわ、スミガの生息地は。スミガ本当にほんまに使う。神話の勝ちパターン一つ増えてますね。ほんまにね、かなり僕の好きなカードですね、うん、最初はどうかなと思った部分あってん、はい、あのダメージ取りにくくできるのに毒っていうのは。ああ、はいはいはい。でもよう考えたら、あのスタなどでもさ、はい、赤タンで火力とかで、はい、そうそうそう入れてましたよね。そうそう入ってたよ、はい開き直って火力は全部クリーチャーに投げて炭枯れどつくっていうコントロールみたいな時あったよね。ありましたね、うん、僕もそれちょっと一時期使ってましたね。あの辺を考えたら全然選択肢としてはね普通だったっていうか、はい、スムーズに取り入れられると。炭が引くね、はい、引きます、めっちゃ引いてきます。でこれで6点、6点あるね。残りが2ですよね。残り2やな、うん、はい、この、 あの一発の破壊力は、そうやね、魅力ですよね。きついわ、はい、ハサミをね、操作入りのごとく使っていくという、うん、まあ負けですよ、まあ、通れば勝ちなんで。いやー、さすが、さすがですよね、リュウジさん。いやいや、もうとんでもない。こんな感じで勝ちすんでしょ。そうですね、サクサク本当にハサミが電化の交配者と頭蓋角度どっちとも相性いいんですよ、ね、うん、確かにね。で、今までできなかったその角度からも攻めれるっていうのが、うん、本当すごいいい感じにいけたかなっていうのは思いますね。トップ施設というカードが3種類になればね。そうですね、本当にキープ基準になるカードにもですし、うん、本当に打点が1個上がるしね。そうですね、うん、頭蓋4、後輩者4、はい、ハサミ3、そうです、11枚、まあ、全部使い方によってすごい強いカードなんで、うん、まあ本当にいいカードだったなと思います。ハサミを4にするのはきついの？いや、もともと物読みを3にしてたんですけど、そうやね、うん、そう入れ替えた形だったね。結構やっぱり色マナ大事なデッキで、まあきつくなるんですよね、ちょっと。なるほどな。で、変えるんだったら鋼の監視者のところ変えるんですけ ど、 なるほど、まあ、2マナなんで、うん、まあ、色マナ1個増えるっていうのと、あとアテファトカウントは1つ減っちゃうっていうので、ね、まあ、3ぐらいの金属術が結構きつくなるっていうのは、まあ、適正かなと。なるほど、まあ、あとボストンでトップ8に残ったやつは、うん、まあ、メインが溶接の壺、そうです ね、 ね、いや、うん、勇者が2枚エーテリウム達人に変わってたやつですね。あれ結構もともと勇者が2枚エーテリウムになってるっていうのが MO でかなりやってたタイプなんで、それをそのまま突っ込んだ感じですね。なるほどね、わかりました、はい、いやもう説得力があるわさすがですよ。これはね、はい、本戦にも期待したい、はい、だいぶ先ですけどもということで、GP 神戸でもハサミ神話が来るとは思うよね。まあ、ちょこちょこいると思いますよ。どうですか、そのハサミ神話ユーザーに向けて一言、それで締めましょう。まあ、そうですね、ハサミ、まあ、魂込め自体を5枚目の頭蓋囲いとして使うんじゃなくて、また別軸のカードって考えた方が多分強いと思います。なるほど、ありがとうございます、はい、というわけで今週のリプレイでした。はい、カードオブザウィーク、今週は岩島です。今週のチョイスはこちら、ホバーガードスイーパーズ空守りの総当者ということで、8マナ56飛行、場に出たらクリーチャーを2体対象としてそれらを手札に戻すという、ちょっとねさすがに使われたことはないです、このカードは構築シーンで。まあ、場に出るは強いんですよ。ですけど、まあ、バウンスという不確定な要素もありますし、8マナ払って56飛行かという部分もあるので、なかなかね使われることはなかったんですけども、このカードに日の目が当たったのがご存知の通り、モミールベーシックですね。モミールベーシックだと8マナまではすんなり伸びますので、しかもバウンスすることでトークンであるクリーチャーを完全に除去できるということで、プロテクション青を持ってるクリーチャーもなかなか少ないということもあっての、この8マナ払って56飛行を手に入れつつのクリーチャーを2体除去するというこのカードは超強いんですけども、まあ、なぜこのカードを紹介するかといいますと、モミールベーシックといえばBM と思っていただけると、まあ、嬉しいかなというふうに思うんですけども、我々、各種イベントやるときにリアルモミールベーシックというサイドイベントを行ってまして、まあ、このようにリアルのカードでモミールベーシックで活躍しているクリーチャーたちを用意しまして、4マナアクティベートお願いしますといえば4マナのカードをランダムに渡すという形で、モミールベーシックをリアルでも遊んでもらうというイベントをやってるんですけども、まあ、そのイベントでね、このホバーガードスイーパーズもう本当にね叩きつけられまくって、まあ、イベント1回やると確実に1回は登場する名カードなんですけども、今回、GP
神戸を主催させてもらうにあたりまして、皆様にこのようなねリアルも見るべしくようなイベント、もちろんね数多く用意させてもらいますので、遊んでもらえればなというふうに思っております。もみるベーシックも普通のもみるベーシックでは終わりません。これからは進化させていくということで、日進月歩頑張っていきますので、これからの我々のイベントにもご期待ください。はい、デックラボラトリーのコーナーです、はい、ということでもうモダンはい、ラストスパート入ってる、まあ、そうですね、今本当 に、うん、みんなデッキを熱めてる時期じゃないですか。なんで、はい、今週はモダンで、はい、行こうかなと思います。というわけで今週も M15 からお題の方お願いします。8世紀の召使い、まあ、確かにねこれ発売前から結構注目されてた、はい、そうですね、なんかできそうっていうの言われてましたよね、うん、2マナ21という、うんうん、あの歴代の強いクリーチャーのサイズを持っている、はい、そして生贄捧げると2マナ出るというね、なんかパンプアップ一気にできるっていうのがすごいいいとこですよね。うん、マナがガガンと伸びるのがね、はい、でその2マナのうちの、はい、その無色をクリーチャーに支払えば、はい、そのクリーチャーは速攻持った状態で、これが一番の特徴ですよね。ここよね、はい、だ結局、はい、クリーチャー重たいクリーチャーで、はい、無色マナが2個以上絶対要求するやつ、はい、あるいは2匹ポポンと出してもいいんだけど、はい、それは結構ね難しいと個人的に思うから、確かに確かに、やっぱりでかいやつを速攻持ちで叩きつけるという、はい、速攻で出して意味のあるクリーチャーっていうのがやっぱり必要ですよ ね、うん、何かな、まあやっぱり一番に思いつくのが僕一つありますね。何ですか？あのタイタン、まあ、やっぱりそこよね、そこになりますよね、行き着くところはね、やっぱタイタンよね、はい、まあ、でもタイタンはやっぱりいろんな種類ありますからね。そうよね、はい、出して強いタイタンっていうのはちょっと考えたいなと思います。でかくて、はい、でまあ、チップ持ちよね俗に言う。そうですね、戦場に出た時に誘発する能力ないし、攻撃したら誘発する能力を持ってるやつが生きるよね、はい、速攻ということで。いや本当に、うん、タイタンだと特にこれは2回誘発できるので、そうだね、まあ、そこ本当に一番の強みかなと思いますね。緑タイヤこれで3ターン走ってきたらいきなり土地4枚振るからな、ドドンドドンってそれすごいですね、うん、うん、やし赤タイタンやったら6点ばらまく、はい、やばいですね、うん、これ相手のタイタン殺せますからね。そう、色的にやっぱりね、はい、違和感がないのは、まあ、赤タイタンは問題なく、そうですね、入るんだ。お互いの接近に多分今回赤タイタン入るやろうなっていう、多分入ると思いますね。そこはまあ被ってもしゃあないわ、はい、まあ、僕はいろんなタイプとかにも使おうと思ってるんで、タイタン一個一個振り返ってみる。あ、そうですね、それもいいですね、うん、まあ、じゃあまずあの白太陽のタイタンね、はい、これは召使い自体と相性が良くて、はいはい、冷静に考えると、はい、これ召使い剣に捧げてタイタン出して殴ったら召使い帰ってくるという、出た時点で戻せますよね。そうやね、なんか落ちてたら多分フェッチランドとか戻すんじゃん。あ、はいはいはい、うん、あ、まあ、自分がこうサクって出てポン、あ、殴る、落ちてるフェッチランド拾うとかで、これすごいいいですね、アドバンテージはエグいな、はい、でその出たこいつの2マナとサクっていうフェッチランドで持ってきたランドで3マナのクリーチャーキャストできるから、おーすごい、突きぬ攻めができるというのは白やね、はい、白もいいですね。で次青なんですけど、うん、青はこれ2個縛るとこれね、はい、実はバリ強ない、めちゃくちゃ強いと思う。これなんなんで、能力で対象取られた時に2マナ払うと打ち消すじゃないですか、うん、でこれ結構この召使いのおかげで早いターンで出てくるよ、なんで、打ち消す可能性が結構高いんじゃないかなっていう。そうやね、パストエグザイルはギリギリ当たるわ、はい、でもそれ以外のカードを除去しようと思ったらきついよね。そうですね、一瞬の隙をついてに縛るっていうの動きができればもうほぼこれめっちゃ強い、かなりそういけそうな気がするんですよね。なるほどなるほど、はい、まあ青ね、で次黒、はい、黒はまあ22クリーチャー2体出すっていうので、まあ、4匹出てくれた、かなりの制圧力ですよね。みんな強いな、いや本当にどれだしも強いですね。で緑がね、まあ、緑がまあやっぱりこの 2枚土地出すじゃないですか、うん、でこれ4枚出る、まあ、強いですね。うん、多分タイタンまでつなぐっていうなると結構重いカードも入ってると思うんですよ。そうだね、でそういう時に緑タイタンを1回出せると、まあ、それにも普通に召使いがなくてもつなぎやすくなる、うん、キャストできるし、はい、なんだったら緑タイタンなんかね、はい、もうこれアイデアが連鎖的にいくな。緑タイタンなんか出たら土地がさ、はい、まあ、これ3ターン目だと思うの出てくるのが、はい、3枚でしょ、はい、まあ、ランド順調に受けてたら、はい、プラス4枚で、はい、赤と緑絡みで土地が7枚並ぶってなんか思い当たるとこあるでしょ。7枚ゼンディカの北風車、
まあそれもあるけど、はい、もうそれも渋いね、はい、けど前理科の報復者が入ってるサウナの時ありましたやん、バラクートよ。ああなるほどなるほど。これ3ターン目でうまいこと言ったら、はい、バラク誘発するでしますね。ね、ここはなるほど、かなりこれじゃあスケープシフトとかそのまま入れる。そうやね、入れて、はい、ちょっと面白いかもしれない。普通にタイタンにどついただけで相手死にそうやのに、はい、バラクートが誘発して次のターンがセットランドだけで死ぬみたいな狙いそう。そういう夢がありますね、うん、で、そのさ、はい、こいつあの召使いから出る2マナが、はい、昔バラクートに入ってた、はい、同じこの召使い系のカードといえば真面目な身代わり、ああありましたね、スムーズに出せる、はいはいはい、強ないっていう。確かに結構いろんなつなぎ方できそうですね。ね、普通に召使いマナクリーチャーそれ出してもいいですし、うん、まあ、確かにいろんな使い方、思ったよりなんか幅広そうですね。これモダンにしてよかったね。そうですね、スタガーだと多分限界が確かに結構あるっちゃあるんだけどまああの、まあ、ジェネシスハイドのとか、はい、モダンはその色の自由度がすごい高いんで。そうやね、はい、まあ、バリエーションに富んだ構築ができるんじゃないかなとは思います、ね、うん、緑と赤がやっぱりデッキにはサクッとなりそうな感じするけど。あ、本当そうですね。残りのレンジも結構強そうやねんな。全然僕はちょっと青も使ってみたいなと思います、ね、うん、まあ、緑は、まあ、やっぱ使ってみたいなと思うんですけど、まあ、それに加えてまあ3色くらいできるんじゃないかなって。緑使うんだったら特に。そうやね。で、リュウジは緑。そうですね、緑と青をちょっと使ってみよう、うん、なるほど、はい、じゃあ僕は白、うん、使ってみようかな、うんうん、サクサク回せたら、はい、リュウジの場合は1ターン目バッパラ、2ターン目召使い、はい、3ターン目タイタン、そうです、バラクート誘発が結構そうですね。これ別にどのタイタンにつないでも強いですし、うん、まあ、やっぱりそういう面ではやっぱりマナクリーチャーを一緒に使えるっていうのがやっぱり強いんじゃないかなと思います。なるほど、はい、ちょっと案を煮詰めていきましょうか、はい。いやー、こういうね、はい、シナジーが多いカードはアイデアがボーボー出てくるね。そうですね、本当にいろんなバリエーションがあるんで、うん、うん、そうやな、うん、どう、このコーナー初めて、もう早くも4回目ですけど、はい、そうですね、やっぱりなかなか難しいっていうのはあるんですけど、うん、まあ、やっぱりあの普段本当に僕あんまりデッキを作るタイプではない。それね、1回目からずっと、はい、うん、やっぱり本当に刺激にはなってるなと思います。いや、よかったよかった、はい、どう、その視聴者の皆さんのコメントとかも、はい、まあ、この前の放送は結構平凡だなみたいなこと言われてまあ確かになと。そうやな、はい、あのさ、あの放送の後に、はい、なんか SCG かどっかやったかな、そうだけど、はい、なんかあのウルドのオベリスクと、はい、あの戦団の出航、あ、はいはいはい、で兵士でガガンって攻めるみたいなデッキできて、畜生、はい、リュウジ言っとけよと思ったね。あ、なんかコメントでも確かあったんですよね。あ、そうなんや、はい、いや本当みんなすごいよく見てるなと思いました。うん、ありがたい、はい、いや目の付けどころは本当すごい、ほんまにね、いいなと思いました。そのアイディアをうまいことみんなで共有して伸ばしていくっていうのは、はい、いいよね本当に。うん、何でいこうかな。白は使いたいな。白だと他に出して強いのって何でしょうね。白のクリーチャーでな、悪座の天使とかに走ってたらきつない。あ、確かに。あ、でもそれで言ったら刃取りの英雄とか、はぁ、それはきついな。あれ、そ意味わからんぐらい食らうよいきなり7点ですからね。バーンとか入って、はい、で、あれだとマナクリーチャーがいなくても普通に5マナ出せるんで。4マナやな。いやいや、あ、そう、4マナ、5マナ以下なんで、とりあえず、あ、そうだね、はい、次のターン出せる。そういうことね。はい、3ターン目に出せるんで、はい、まあ、かなりありじゃありかな。そうやな、はい、刃取りでは。リュウジはどう。そうですね、やっぱりちょっと緑入れるんで、ちょっとコマネキのカードをちょっと入れてみようかなっていう感じですね、うん、やっぱり青だと謎めと命令とかね。うん、そうやな、はい、あと緑入れるんで召喚の契約とかサマナツパクト。おお、なるほど。タイタン持ってきて、はい、
そうやな、あいつアクティベートして、はい、出して殴ったら土地が並んでるから、はい、もう払いますと、はい、払えるんですよ。なるほどなるほど。で否定の契約もそれと一緒に使えるかなっていう。なるほどね、はい、で契約契約ときたらマナーを伸びてあれやな、うん、あの集団意識張るっていうのもそれもありですね。なんかあれやな、ワールドウェイクの、うん、あのゴフデッキ一時期、ああそうですね、セイクのゴフデッキになんか近いものが、うん、それのより無理なく運用できてるバージョンな感じがそうですね、するかもな、うん、まあそれにしてもやっぱタイタンが命のデッキはそうなんやろうけど、結構だ赤白だったらアグロな感じですか。なんか言うなれば一時期流行ったラクロスミッドレンジの赤白版で、うん、ほうほうほう、召使いでジャンプアップできる機能もつけるっていう風に考えるか、はい、それか白じゃなくて、はい、もう青でいくのもいいかなとか思うねんな、うんうんうん、青タイタンのやっぱその2枚ランド縛るっていうのはいかつかったから、あれは本当にちょっと強いと思います、ね、いいなと思ったから、はい、で召使いから出すのをその青タイタンに絞らずに、まあ、アバランチライダー、はいはいはい、それと、あのタイムスパイラルに乗ったね、はい、バウンス持ってる A さん、はいはい、あ僕もどっちもいいと思ってたんでそれ使います。パクるの、いや僕はもう思ってました、ね、最初からベンセル着てとった、あそれもいいと思います、はい。いやー夢が広がるわ、本当にいろんな、まあ、モダンにしてちょっと正解でしたね、うん、ほんまに大正解やった、うん、で普段モダンであんま見えへんカードたちに声がかかってる感じもするんで、あーなるほどなるほど、そこはいいかなと思うね、はい、そうですね、本当にモダンは広すぎてまだ見つかってないカードって結構あると思う、あると思うよ、そういうのをこういうコーナーで発掘していくっていうのも、うん、ね、世界に先駆けていけたらね、こっから生まれましたこのデッキみたいな、あなるほど、我々が作ったみたいななったらね、いやすごい面白いですよ ね、上手くんでどうや言えんねんけどな、何か作りたいよね、どうせやるからには、いや本当にね作ってみたいですね、それでリュウジがプロツアーで勝つとかなったらもうバンバン在なので、はい、ぜひ視聴者の皆さんもそういうアイデアがあったらもうね、なんか老婆心じゃないですけど、あのリュウジを勝たしたいって人は、まあ、特にあのタルキール出たとよろしくお願いします。タルキール難しそうやからな、3色ですからね、ねえ、いやたまらん感じはするよ、はい、うん、じゃあもうぼちぼち、はい、あんままとまったかなというところでいきましょうか次ね、はい、はい、これ岩下さん2個作ったんですね、もう勢い余っちゃってね、おお、なるほど、アイディアってやつが湧いてきちゃったので、さすがデッキビルダーやめてください。結果残さないとね、いやいやビルダーじゃないから、その発想は大事なんですよね、まずまあまあまあ確かにね、はい、さあリュウジ君の方は、まあ、結構まあザクッと入れてるんですけど、やっぱりこういうのってなかなかバランスが難しいんで、うん、結局ね微調整がね、そうですね、やっぱり使ってその中身を調整していくっていうのが大事かなっていうのを思いますね、うん、結局召使いも実は2位とかでもいい説とか出てくるからね、あ確かに確かに、だんだん3とか、そうですね、無理に入れなくても使えるカードなんで、うん、はい、まあオプションの一つとして運用するっていう使い方も全然ありですよ ね、うん、でもやっぱりこういうカードって最初は4枚入れた方がいいよ ね、まあ、ね、4枚入れて使って多いかなと感じたら減らしていくっていうのが、はい、あですね、そんな感じですね、多分調整としてはそれが合ってるんかなって感じます、はい、うん、で多分そのタイタンとかのでかいカードがこれ2枚で始めたけど4入れてもいいわみたいな調節の仕方が合ってるんだろうなと思う、はい、僕はハサミ入れた時もあの適当に3枚突っ込んだんですけど、うん、なんか周りにはもう1枚溶接の壺のがいいんじゃないみたいなこと言われてたんですけど、まあ、あの使っていくうちにやっぱり別に減らさなくていいなと思って、そのまま3枚でっていうのがありましたね、なるほど、まあ、実際確信持つのってやっぱりどんなデッキでも自分が試すっていうのが大事なんで、そうだね、1回は試さんとだからね、はい、まあ、これも一度ちょっと回して、そうだね、前のリュウジのあの惨敗
で、あのちょうどオブコーリングデッキみたいな感じに、ね、そうですね、まあ、あの欠点も見つかったりもしますし、うん、やっぱ絶対修正したい点とか出てくると思うんで、そう、はい、自分のマジック力に絶対プラスになるから、本当にそうですね、どんなにダメなデッキでも自分で作って回すってことは意義があるってことだと思うので、はい、引き出しが1個増えますからね、そうやね、はい、うん、これはダメでしたってことが分かるっていうのが一番大事かなと思うので、はい、まあ、これからもこういうコーナーでね、こういうデッキ作って、そうですね、回していきたいなと。もしね、組んだ後に皆さん回してみたとかあったら、そういう意見もいただけると。あ、そうだね、はい、うん。全然動かへんけ、アホとか言ったら。それはそれで俺は勉強になるので、まあ、それも全然いいんで、はい。なんか、ご意見とかいただければね。そうですね。はい。はい、というわけで、今週のデックラボ、8世紀の召使い。お互いね、はい、なんか渋い感じのこの、まあ、ちょっと違うアプローチになりました、ね、うん、デッキになりましたけども、はい、まあ来週どっちか使おうかな俺。お、本当ですか、うん、じゃあ僕全然違うの使います。うん、そうやね、はい、予告先発を裏切るタイプということで、今週のデックラボのコーナーでした。はい、 MTG ストーリーショーいきましょう。前回はこの聖網明神緑の神様が敏郎と美智子の前に権限して姿を現したところで話は終わりましたが、実はこの聖網明神登場までの間に一つのエピソードがあるんですけども、あえてそれをカットしました。そのカットした部分を今週と来週にわたって紹介していきたいなというふうに思います。まあ後出しというやつですけども、その時系列を遡ってお話を見ていきたいなというふうに思います。さあお話は遡りまして、大岡勝が、その本田の、陰謀、まあ、これは実は本田の陰謀ではあるんですけども、儀式を取り行った黒幕はメロクということで、黒幕はまあメロクなんですけども、まあ、その本田が自分の、その分身であり体の一部であり子供である、そのウィッチ・ザット・ワズ・テイクンと呼ばれる奪われし供物というものを、うつしおに引っ張り出して自分のものにしたということに、大岡勝は激怒しまして、うつしおと隔離を超えた次元内での、まあ、かつてない最大規模での戦争、神の乱を引き起こしました。それまで人々の暮らしにね、まあ、寄り添うように存在していた見えない何かたち、まあ、妖怪だったり魑魅魍魎だったり呼ばれるものだったりするんですけども、まあ、それらは人と共に生きてきたんですけども、突如としてその姿を写すように、まあ、実体化させまして、破壊と殺戮を開始します。それまで各地でそれぞれの身近な神様を信仰していた人々の、まあ、肉体的あるいは物質的な被害も、まあ、もちろんのことなんですけども、まあ、一番ダメージを受けているのは実はその精神的ショックがどれほどのものだったのだろうなっていうふうには僕は思ってまして、まあ、それまでね信仰してきた信じてきたものにこう裏切られるというのはショックだと思います。ここで一つのフレーバーテキスト、まあ、このカードね、まあ、大人気のカードなんですけども、このカードのフレーバーを紹介することで、その雰囲気を伝えたいなというふうに思います。子供の時に一度見ましただよ、迷った時には親子のとこまで連れてってくれただ、なんで今は助けちゃくれねえだ、なんで家まで連れ帰っちゃくれねえだ、名もなき物乞いということで、まあ神川に生きる人々もなぜこんな目に遭うのかというふうに思ってるんですよね。まあ、さてこの神の乱という戦争は鬱潮と隔離用の帳を超えた戦いであります。言うなれば、まあ、この我々が暮らすような物質界とそうではない魂的なものが存在する精神界との境目を取っ払っての、まあ、こういう風なね境目をスッと取っ払ってドドドドとなだれ込むような両世界がぶつかり合う戦いなんですよね。まあ、これがねかなり無茶をしているということは皆さんお分かりの通りかと思います。本当にそんなことできるのかという感じはね、まあ、次元というものがどういう仕組みかは分かりませんけども、まあ、未だに全くその具体的な説明というのはないんですけどもね、この境界線のこのまあ放棄ですよね、一種のこの境界線を取っ払うという行為が確実にそれに影響を及ぼしていることは、まあ、想像には難くないですよ。この次元に及ぼす影響と、まあ、それによるある一つの恩恵に気づいた者がいたんですよね。それがある一体の神でありました。続く。
いやもう8月ですね。いやもうね、いや本当にあの 8月といえばマジックのイベント盛りだくさんですよ。いやもう夏休みやね。いや本当にあの WMCQ ありますし、はいはい、まあ、PTQ もまだまだありますし、まあ、さらにあのグランプリ神戸、まあ、海も行くよね。は、何言ってるんですか。でバーベキューもして、いやもちろんまあ夏のイベントといえばありますけど、うん、まあ、あのこんな岩下さんほっといてマジックの話をちょっとしましょうか。キャンプファイヤーとかもねするよね。岩下さん何言ってるんですか。もういつもの君こんな感じやから真似してみたんですよ。あ、それは何も言えないです。なかなか苦しかったでしょう。はい、僕の気持ち分かってくれた多少。はい、というわけで、また来週お会いしましょう。夏いっぱい思い出作りましょう。はい。